手っ取り川の戦いは、天正五年九月二十三日に、加賀国の手っ取り川において、上杉謙信軍が、織田信長軍を撃破したとされる合戦である。能登の七尾城では、天正二年七月に守護、畠山義隆が死去し、幼児、畠山春尾丸が城主となっていた。天正四年、越後国の上杉謙信は、能登国を支配下に置くべく、二万余の軍を率いて、 信仰した。これに対し当時の能登の領主能登畠山氏は七尾城に牢城する。七尾城は献城だったため、戦いは翌年までも連れ込んだ。天正5年、関東で北条氏政が攻勢を強め、関東諸省から救援要請を受けた謙信は、春日山城に一時撤退した。同年5月、畠山軍によって、上杉軍が前年に奪っていた、富木、 熊木の領場が落とされ、さらに7月18日、長綱連が穴水城を攻めると、上杉家の重臣、能登鉱山城の平子泉は、靴和田日後、当人式部を穴水城救援に向かわせたが、これを超連流が水軍を率いて迎撃し、乙が先合戦で大勝し、靴和田日後、当人式部、板倉伝右衛門は船に乗り遅れ泳いで、穴水城に逃げ込んだという。 長綱連はなおも穴水城を攻めたが、ここにいたり謙信は、反転を決意し、同年ウルー7月、再びの都に進行したため、七尾城に撤退した。ウルー7月23日、一方の織田信長は、欧州の伊達明州及びその家臣、遠藤はじめ臣に、越後の本城茂町と図り、上杉謙信を撃つことを図っていたという。長連は、上杉軍に対抗するため、 百姓や町人までも城内に収容していたが、信用処理能力が追いつかず、木内各所で糞尿が放置される極めて不衛生な状態となり、薬病が発生。当主、春生まれまでもが病死するに至り、畑山軍は危機的状況に陥った。長族連は、かねてから吉見を通じていた、織田信長に救援を求めるべく、長連流を使者として、安土城に派遣した。 信長としても、謙信の勢力拡大は、望むところではなく、即座に、援軍の派遣を決定した。この援軍は、柴田勝家を総大将とし、滝川一正、橋場秀吉、庭長秀、斎藤理事、氏家直重、安藤森成、稲葉義道、不破高寺、前田利家、笹成政、原長より、金森長近、長谷川秀一、徳山乗秀、 堀秀政及び若狭州による4万の軍勢であり、8月8日に北国に向けて出陣したとされる。ところが、この織田軍到着前の9月15日、以前より長俗連が実権を握ることに不満を抱いていた、遊佐続行を抜くい陰げたから親噛みすぎ派が内容して、無本、長俗連をはじめとする長一族は皆殺しとなり、七五条は落城した。 さらに上杉方は9月17日、加賀との都間に立地する末森城を攻略し、山浦国清と斉藤朝信を敗した。柴田勝家率いる織田軍は、七尾城落城を知らないまま進軍を続け、架橋川、鉄取川を越えて、小松村、本織村、あたが、市を焼き払った。しかし、その途中の水島で、以前から勝家と船下だった。 橋場秀吉が、理人した。この理人は、無届けの離脱であったため、信長の激輪に触れ、太田牛一は迷惑だったと述べている。一方、織田軍接近を知った謙信は、直ちに七尾城を出撃、手っ取り川付近にあった、松東城に入った。対して、柴田勝家は、全軍が手っ取り川の渡河を終えたところで初めて、 七尾城落城と謙信軍の末登城入城を知り、即座に撤退を加盟したが、その途上、謙信直卒の上杉軍に追撃された。結果、織田軍は、生杖貞都市を、はじめ千人余りの戦死勝者、さらに増水した手っ取り川で、多数の歴史者を出す大敗を喫した。上杉謙信は、越前丸岡城下堺軍に進出したとされる。9月26日には、 七尾城に帰陣し、不審に帰した。この時、城に登った謙信は、長望は噂に聞いた通りの名地で、香が、のと、越中の扇のようにあり、溶岩は、海と一体となっていて、島々のありは絵に映すことのできない景色であると、書き記している。ついで奥のとの松並城を陥落させ、のとを、ほぼ平定した。万願寺所像。 松並義鹿正造さんには、天正5年9月25日、野戸鈴軍の松並上昇の松並義鹿、上杉謙信と戦いて死す、という記述がある。10月3日、柴田勝家らは、三行塚の城塞に、佐久間森政、大正寺城に、柴田勝家への手勢を残し、加賀から帰還した。10月25日、謙信は、野戸閣城に、味坂長見。 湯さもり連署による十三箇条の生札を掲げた。謙信は、あじさか町見を七尾城、湯さもりとのと畑山市出身で、謙信の養子となり、上杉一門の上条家を継いだ、上条まっさしげをのとに配置し、越中蔵さ山には、吉江景助を入れた。謙信は、のと鈴軍内の治業をあてがい、国内の治業を把握し、整理を行った。 この合戦を歌った、上杉に大手は織田も、手っ取り川跳ねる剣心逃げると、部長という落手が残されている。跳ねる、飛ぶという言葉が勢いに乗って追撃する、上杉勢と飛ぶように逃げ返った織田勢の様子を表していると、される。また、この落手には信長がその場にいたかのように、記されているが、実際には本合戦に加わっていない。 対局的にはこの状況の中松永久秀が、死于山城で反旗を翻している。武田信玄の死後、劣勢に立たされていた、信長包囲網の勢いは、謙信の死まで一時的にも理解した。さらに、天正5年10月に入っても越前国で、上杉方についた一向一騎衆と織田方との争いがあったことが指摘されており、上杉方が、 加賀南部から越前までその勢力を伸ばしたものと推察されている。やた、上杉謙信の記載によると、天正6年1月19日、謙信は、下佐の結城春友からの再三の越山妖精と、のと、越中、加賀と越前半国まで上杉方に属したことにより、関東に出陣するとし、陣ぶれを行った。この陣ブれは、越中にまで及び、越中においては、 呂津城代、河田長近と増山城代、吉江長介から、小島植人をはじめとする領主、国周僧に申し届けられたとされている。また、天正5年12月23日付で、謙信が作成した動員名簿に、加賀州の藤丸荒助の名前があること、中条家文書において、柴田勝家による、呂津城攻めの際に、若林黒左衛門など、加賀州が、 呂津老城戦で奮戦していることなどから、この時期に、上杉邦が、のと、加賀を掌握し、国人、一騎衆を悲観化したことが確認できる。一方、加賀の富塚僧を領した柴山氏が後に、溝口秀勝に属して、越後、柴田に随従しており、加賀の国侍の中にもなお織田に従う者がいた、ことがわかるが、天正6年4月23日、光明寺文書に、 吉川元春、小早川隆景、加賀の一行一気に、上杉謙信とはして、信長に交戦ことを、勘務、という記述がある。記録が少なく実像が不明確なことから、その奇数や規模については、議論がある。信長後期には、柴田勝家等の出陣の記述及び橋場秀吉の、戦線離脱の記述はあるものの合戦の記述はなく、長い絵家府では、 七尾城への援軍として、織田勢四万が出陣したが、落城の方に接し、秀吉は戦わずして起陣したことが記述されている。明治時代から編纂され続けている、第二本資料では、手っ取り川で合戦が行われ、織田軍が大敗したという記述は採用されていない。天正5年9月23日、上杉謙信、加賀港川に出陣す、なりて、 信長の進む柴田勝家等兵を反す、ゼピ、謙信、これを追撃すという記述である。井上敏夫の一向一期の研究では、天正5年9月25日に、謙信法についた行武教法言、下妻雷連が、のみ軍の旗元、宇都路丹波の打ち物であった、堀西助宛に野州における感情を給付しているため、 小田と上杉法の間で野戦があったとしている。9月19日付、上杉謙信の書状本文、18、合衆、港川まで取り越し、矢部満を驚きき人取り交所に、両越、脳の諸軍勢ため先勢いさけ謙信寺も直かばこうどころに、信玄、謙信ごずまで、聞き届け候なり、 当月二十三夜中にで敗北行どころに、乗り押し付け、千四人打ち歩、残者とも出馬追加後孔蹴る、折伏し洪水、伏せ、神馬不詳を死流行、誠女これの一万型試合、年来たるの新人、歓喜まで候、しかも信長打ち出交換、一際きわかゆんの余霊交領どころに、案外に手弱これ様体、この分に交破、強行天下までの試合心安候、 越差資料転正6年、上杉謙信県新書場ながら貧札、及び市観光、なお、春とも、腰山たびたび最速、優位江戸元徳その以降、居州までの宇宙無四所のまだ県、北国の是非公の城、千彼、国礼取りすり後期、千書幾度土除時、農古腰、画存分のままに猿付け、越前も過半俗史工場、この上物、 いたる席左腰山やまためかなりこれ、先月十十九日霊人ぶれ、無油断その下腐るつけこう、さよに高う者、確か爆臭的地豪存きちごう筆強、尾名千年、吉重家中州、わがままに、手筋、じ、馬んばひやこじありその千間軸、じこうの間、不死春しはるともえゆうにその上献身地も、その行長うこう、としあうほうじょ主たしかさるう、 以上、2月10日検診が手処決。下妻来井連の書状本文。今度幼稚の時、首打ち孔明の飲む薬拾おこ魚館日おぼし飯孔通り、脳かさる自他死費行でこ強行いよいよか非中中節ごと寛容孔。コアゴは禁煙。5月25日、ライスケ飯、コリサイスケドの年譜賞。5月25日と、掲載されているが、 井上敏夫は、5月は9月の5社であろうとして、年不詳を、天正5年に否定し、天正5年9月25日のこととしている。ただし、5月を9月の5社とする根拠は何も示されて、おらず、同文書中の25日のこと5月の5は、筆跡が全く同じであり、下妻よりずみ書上の9月と比較しても、5月と9月は、はっきり、書き分けられており、 弊社の森田の書き写し間違いとする根拠は不明である。北印文に、秀才の下妻よりずみ、下妻来連の書状の一覧、北印文は、郷土歴史研究家の森田支援が、生涯を通じて、加賀、野と、越中三カ国の自社、初夏に伝来する文書を筆写した前十巻からなる、文書集。中世前期から、半世紀にかけての文書8 1 1点が、 書き写されており、それぞれに、弊社、森田による、解説、推定年号、人物否定、資料所蔵先などが記されている。書体や虫食い、漁師の継ぎ目に至るまで、忠実に模写されているものや、現在では、原本が失われているものもあり、貴重な資料を数多く掲載する。ありがとうございます。